今回は12月21日のアプデでカード追加されたノーマル対ライエンサガを紹介するよ。計略は式4で武力プラス3の槍撃ダメ上昇、7カウント効果終了時に式プラス3。現行の英傑対戦では損撃をダメージソースにしづらく流行らした計略はないけど、この計略には敵を倒すことよりも式の軽さから相手をいなす守りに向いてるよ。個人的には式3で速度上昇を付与できて生存力攻撃力とも高められる。ノーマル3丁武人との組み合わせが扱いやすく感じたよ。赤のニクス槍にはノーマルオブラがおるけど、副兵やダメ系に耐性のある知力と、序盤は武力8になれる先陣で数値のバランスが良好。引き上げよう。捨てたらどうなるか。神して。今は気にあらず。周囲に敵はいないだろうな。物が理想に潰されたか。流派発動。一の方まだ終わらないのか。もう時間かしら。骨も残らんと思え。いい仕事してやるよ。そうね。ここからは私自身の正義に従う。のんびりまったり行きましょう。死ぬ前に退散だ。捨てたらどうなるか。わしは所詮わけやつか。さっさと逃げな。羽を焼かれようと。こんな感じで式リードを取りつつ守るのに向いたコンボやな。今は気にあらず。戦機引き上げよう。ここが勝負どころ。伊勢兵士が成長する時ぞ。そうね。ここからは私自身の正義に従う。手を出す奴は
骨も残らず。と思え発動。見ろ肩。ここで突撃をもらったのは致命的なミス。効果中に撤退した場合は指揮バックはなくなるよ。浅井は斬撃と突撃両方ケアせなあかんから対処が難しい。このが理想に潰されたか。来る前に退散だ。ここの左上はこの試合で一度朝差しゲーム機を取ってるから、お相手が警戒して止まるのを信頼して振り向かんよ。捕まえてやら。わしは所詮脇役か。不死鳥となる。出過ぎたか。のんびりまったり行きましょう。ここからは私自身の正義に従う。まったり行きましょう。飛べ飛べ。飛べ流派発動。見ろ肩。流派発動。三の肩。いい仕事してやるぞ。周囲に敵はいないだろうな。ご視聴ありがとうございました。